俺は河合ちゃんにもうあんま意識するのやめようって言って、うん、そのね左右の動きちょっと触れるといなくなっちゃったりするから、切れる、よく切れますよね、うん、なんだけどそれを意識しすぎちゃって、うん、なんかこういう動きばっかりになるのも不自然だし、うんうん、だったらそれはもう柿本監督とスタッフに委ねようって言って、うん、俺はあんまり意識しないようにして、うん、なんかその言われて安心したのすごく覚えてます。もうあんま気にしないでいいと思うよって言っていただいて、でも確かにこの横幅の、まあ、芝居の子っていうと移動が一番切れちゃうとかはあるのかなって思いますけど、完成したの見て、あ、こうやって撮ってたのにこんな広く映るんだみたいな絵も結構あったりしたので、なんか広角のね、映、うんうん、り方がものすごい面白いんですよ。やっぱ横じゃなくて縦の広角ですごい奥行きが出るので、うん、多分その絵っていうのは初めて見る感覚だから面白いですね、うんうん、自分は仲良かったので、なんでその一番大きな引き金になったのは陽介が主演だっていうことですけど、でも実際に撮影始めたらマジ一度も会ってないんで別に陽介が主演であることは撮影には関係なかったので会ってないんで、だからもうひたすら河合ちゃんとずっと一緒にいるか板尾さんに罵倒されるだけだでもそう、俺は一番大きいのは彼が頭で、彼が楽しそうだっていう風に彼のアンテナが反応したってことが一番大きい。いやもう私は本当にスターですよね。本当映画の中で見てた窪塚洋介と会っちゃうんだみたいな気持ちで最初は思ってましたし、でもなんか本当あんまり現場とかに緊張を持ち込まないタイプだと思ってたんですけど、本当本当に緊張しちゃって初日に、なんかいろいろこれだけの、今日も思いましたけど、こんなメンバーの中でなんで私真ん中に立ってるんだろうみたいな思っちゃうプレッシャーとかすごくあったんですけど、なんかもうピンポンで言ったらペコが目の前にいるみたいな、ペコさんがいるみたいな気持ちにファーストカット撮り始める前になって、もう窪塚さんとお芝居できることはどれだけ尊いことなんだろうみたいな気持ちですごく嬉しくなって、それで乗り切れたところはすごく大きかったですね。同じです。もう全く同じです。確かに変わって、まあ私もやっぱり作品たくさん見させていただいてたりとかして、やっぱり共演を一緒にお仕事をしたかった俳優さんでもありますし、もう嬉しいですよね。でもやっぱ嬉しいからこそ自分がやるその役割、担う役割っていうものも本当に全うしようっていうふうに自分の活力にもなりましたし、すごくいい時間でした。前情報として本当はねあったんだけど何もないと思ってて、だから小夏としてこう会えてるのがすごく大きくて、で彼女を通しての物語だし、彼女が成長していく物語で、初日は緊張するって言ってたけど、やっぱりなんていうかな、どん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 その小夏らしさ、河合ちゃんらしさを出せていけてたと思うし、ですごくピュアでまっすぐっていうのがその役にとってもハマってて、そこのなんていうかな、役の厚みになってる部分だったし、でもだから緊張するとか、だからね、なんかこう固くなっちゃうみたいなのもその作品のストーリーに合ってたんで、青森から東京に上京してきてっていうのがなんか絶妙な具合に緊張感がほどけてったんじゃないかなと思います。でも冷静だなってすごく思いましたね。緊張されて、本当初日は一緒だったと思うんですけど、緊張されてるのは分かったんですけど、でもどん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 本当早い段階で冷静に冷静にそのシーンごと、まあ、バラバラで撮ったりもするので、そのシーンごとに心のつなぎ方とかそういうものを判断して実際やってらっしゃるなと思って、私はその
なんかちょっとでも緊張したりとか、まあ、大変なシーンもあったりとかするので、心の拠り所的な役柄としていられたらいいなというふうに思ってはいましたストーリーの中でもやっぱりこういろいろ巻き込まれていく中で、唯一そのマンションの住人の中で心を開ける存在みたいな役どころなんですけど、すごい安心感があってありがたかったですありがとうございます。実際に古谷さんはだから実際お会いして怖かったじゃないですか。いやあ、どういうことですか、見た目が。見た目がいやいやいや、そういう意味でおっしゃられたのかなと思って今。いやでも全然いいよ、本当のこと。いや本当に対等に接してくださる方でこんな面識もない経験も浅い私なのに全然フィールドも違うし、でもすごく本当に同じ目線で話をしてくださったのが嬉しかったです。あ、でも自分もこなつの状態で初めてこう対話してお互いこう理解し合えているので、豊田とこなつの状態で初対面だからそれはすごい良かったと思うし、まあね、とにかくそう彼女の立ち振る舞いで多分その現場が回っているパートなんで、自分が出てるのは陽介がいる時はまたねこう頭として違うこうイニシアチブを取って空気も違うんだろうけど、その上の時はね彼女の小夏の大冒険をさ、みんなでこうどん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 勇者が戦士が仲間になったりとか魔法使いが仲間になったりとかして、みんなでそのストーリーをこういただきまで上り詰めるっていうパートなので、はい、彼女のその立ち振る舞いが多分みんなをこう一つにしてるんだとマジで思いまして、はい、横須賀生まれの横須賀育ちで18とか19なる前ぐらいに、東五反田の高輪寄りの東五反田に、あ、違う西五反田に、引っ越しまして、で一人暮らしが始まって、で俺すごい家も好きなんですけど家族も仲いいんだけど、むっちゃ家出たいと思ってて、ちっちゃい頃から早くなんていうか、大人になりたかったんでしょうね。でそれがなんかこう叶った瞬間というか、あーこれから始まるみたいな、東京暮らし始まるみたいなので一人暮らしだったんで、なんかすごく未だに自分自身のその土台だったりとかの大事な部分、礎になってる時代の始まりって感じだったんで、すごくなんか、まあ、愛おしい時間だし、いいも悪いもひっくるめて、なんていうか、ああいう一人暮らしの時間っていうのが何年とかしかなかったけど、まあ、あって本当に良かったなと思います。まあ、漠然としてるけど、ご飯とかも作ろうと思ってたんだけど、すごい作れなくて、結局最後味噌汁に納豆入れて、それがもうそれとご飯みたいな、味噌汁に納豆入れて、ご飯じゃなくてご飯にかけるんではなくて、そうもう味噌汁の中に納豆入れて、そしたらもう納豆ご味噌汁ご飯が、あ、ニコイチじゃんみたいな、そうもう卵も入れようかなぐらいのもうそんぐらい武将なんで、じゃガソリンとして取ってるってことですそうですね、燃料として取ってる、燃料だ。私、いや恥ずかしながらまだ家族と暮らしてます。出たいっていう気持ちもやっぱあって、大人になりたいみたいな、大人になった実感が欲しいみたいなのがあるんですけど、すんごい寂しがってて、母が、妹が2人いて、今高1高2なんですけど、こんなになんか騒がしいの、ま、いるのにまだ寂しいんだみたいな、私が抜けてもまだ2人いるじゃんって思うんですけど、私としては一人暮らし、まあでもまあ一人暮らししてる上で一番重要だなと思ったのは、近くの病院を調べておくこと結構重要じゃないですか。なんか私盲腸になった時に動けなくて、本当に痛いんですよね盲腸って。では全く動けなくて、で救急車呼ぼうかなって思ったんですけど、でも今救急車呼ぶの恥ずかしいし、大島優子だしと思ってちょっと救急車呼ばないでおこう、
でも頑張ってタクシーで行こうと思って、でも痛いけど病院調べなきゃっていうふうに、このやっぱ調べてる時間っていうものは戦う必要がない時間なわけですよ本来ね、知っていればね、知っていればすぐにかかりつけというか、まあ近くの病院を分かっていれば、だから皆さんには病院をちゃんと調べてくださいへー、そういうのすごいためになりました一人暮らしも割とバンドマンなので、ずっとこう実家で大きい音で曲を作ってるわけにいかないので、食えるようになった時点でもう最速で出てるから、17、8とかで俺一人暮らししてますけど、やっぱその自分で自由に使えるこう空間がないと創作活動っていうのはなかなか難しいので、壁が薄いとかでも個室がないと、誰も喋ってない空間がないとやっぱりね、物は作れないから、それはもう最高でしたよ。無限に曲作れるじゃんみたいな気持ちでいましたけどね、一人暮らしだ。そのまあ上下関係にまつわる話だけど、ものすごいその社会で生きてたじゃん、アイドルの社会って、はい、そのまあいい悪いじゃなくて、バンドマンは本当にあんまりないから上下が、まあその世話になってるとか関係性で兄貴と慕って先輩っていうのはあると思うけど、例えばだから俺より先にそのいる人だから何って感じだし、俺より後から来た人に対して自分が先輩とも思ってないし、もうその一斉の背でライブやってさ、どっちがかっこいいかもうだけみたいなさ、で終わったら朝まで飲んで仲良くなるみたいな、でこう殴り合ったりとかもして、そういうのも経て仲良くなるみたいな、だからもうみんな絆が強いっていうか、すごい絆の強い世界なの、バンドマンって。多分かなり過酷なさ世界にいたじゃん、もう俺たちには考えれない競争意識の中で生きてきたわけじゃん。今はそんなことないじゃん、こういう。そうですね、今は、はい、どっちが今の方が居心地いい？いや別物だからな、居心地いい。でも行った時は仲間のためにやっていることもたくさんあったので、仲間がいるからできたことがたくさんあったので、その時やっぱすごく感謝してたし、青春だったんですよね、うん、そうだよね、若いからできるっていうのもあるのか、はい、あったし体力もあったし、でもやっぱ一人になってからは心細かったです、最初すごく心細くて、で、あ、仲間ってすごく自分の支えになってたんだなっていうふうに離れて気づくみたいな、はい、気づいたのもあったりとかして、だから、まあ、どっちもどっちですごく楽しいし、本当他の方ではなかなか経験できないようなことを経験した人生なんだなっていうのはすごく思ってます、だからあんま上下とかもなかったの。そうなんだ。ないですね、全然。その、まあ、横に感じるこのちょっとしたピリピリ具合みたいなのはありましたけど、なんかその時々によって。でもなんか良き仲間であり良きライバルであるっていうのがもう真っ最たる感じなんだ、ね、はい、もうまさにその強いよにしても普通無理みんな違ってだから面白くて、それを認め合って、そうするとここにある空気感のような尊重し合ってっていうつながりになってくると思うんですけど、現実社会でねそれをガシガシ出してくる人は少なかったりもするけど、まあウェブの世界っていうのも今は俺らの現実社会として大きく食い込んできてるとこで、そこだと急に自分のなんていうかな本体をさらけ出していいみたいな、なんか欲望のままにだったりとか嫉妬心を振り回してみたりとか自己顕示欲を振り回してみたりとか、俺も大なり小なりそういうのありますけど、なんかそういうのでマウント取り合っててもね、しょうもないことになってることはよく見るので、この作品で、そういう上とか下とかじゃなくて、その真ん中もあるっていう、その真ん中を自分で見つける、自分で作り出すっていうことの大事さだったりとかっていうのを感じてもらえたらなと思います。毎週金曜日の6時に、
新しいエピソードが配信されますのでチェックしてください。メゾンピルグリム202号室この場所で私の新しい人生が始まる。今日から202号室に越してきた本田です。下の名は本田小夏です。わしは川崎だ。どこに住んでるんですか？お前の部屋のすぐ上だ。あなたの前にこの部屋に住んでた女性が行方不明になってます。前に住んでた女の子も覗こうとして切れられてたし。知ってます？管理人さんが穴掘ってること。ああ、夢を見ているんだよ。ここではないどこかで自分ではない誰かになる。仕事も昼も夜も関係ないのに昼間にあげるのに人間にしたいみたい。お前幼虫か。こなすも頑張ってね。人は必ず死ぬ。また逮捕されたの。もう上だろ。あの子は下から上に来た。ほのかさん、これてか川崎って何者なの？ここがリアル。このアパート何かがおかしいんです。誰かいるの？真ん中。あなたは一体誰？わしはずっとお前の上にいる。